こんにちは一ノ瀬です皆さん夜ゆっくり眠れてますかということで今日はこちらのハーブティーのご紹介になりますこちらのチャンネルでは当社が販売しております輸入商品の紹介会社経営の話ネット通販のお話をさせていただくチャンネルとなっておりますご興味ある方はチャンネル登録していただきましてご視聴いただければと思います 今日ご紹介するハーブティーなんですけれどもこちらの4種類のハーブティーが1パックに入ったいわゆるねこうアソートパックということになってましてハーブティー初めての方ですとかあとねこういろんなねあのハーブティーを試してみたいという方におすすめの商品になるんですけれども。 最近あの暑くてねこう寝苦しかったりですとかあとやっぱりねこうコロナ禍だったりするので、まあ、いろんなストレスとかがあってあの心配事とかあってなかなかねこうリラックスできないとかあの眠りにつくまでにね時間がかかるという方にもぜひあの試していただきたい商品になります。 えー、こちらのハーブティーなんですけれども、えー、ハニーブッシュペパーミントローズヒップカモミールっていうね4種類のハーブがアソートされている商品でございましてであの効能はねそれぞれあのその使ってあるハーブによっても異なるんですけれどもやっぱりねこうハーブっていうのに匂いだけでもすごくねこうリラックス効果とかあと,ちょっとストレス解消効果とかあると思うんですね。 であの普通、緑茶とかコーヒーとかって結構あのカフェインが入っているので夜こう寝る前に飲んでしまうとなかなかねこう寝つけないというねケースが多いと思うんですけどこのハーブティーはですねカフェインが全く入っていないので寝る直前にね飲んでいただいても全くカフェインの心配とかなくてむしろこうあのゆっくりねリラックスしてあのお休みいただけるんじゃないかというふうふに思っております。えーこの商品のおす おすすめポイントなんですけれども、えー、冒頭にねお話ししたんですが、えー、4種類のハーブティーがちょっとずつね、えー、ティーバッグに入ってましてこんな感じで入ってるんですけれども、えー、とまずですね、えー、ハニーブッシュそれからペパーミントそしてローズヒップ。 カモミールっていう形で,これがです、ね、ティーバッグが5つずつ入ってるのでいろいろ楽しみながらハーブティーを召し上がっていただけるというところが一番のおすすめポイントになります。 でハーブティーのこちらの3種類ペパーーーミミント、ローズヒップ、カモミール、この3種類はハーブティーとしてもとても有名なので皆さんこの名前ぐらいはね聞かれたことがある方が多いんじゃないかと思うんですけれどもこちらのセットのポイントはこのハニーブッシュっていう種類も入っているというところがポイントになります。 こちらのハニーブッシュなんですけれども、日本に輸入されるようになってから、まだ数年しか経っていないんですね。なので、日本での認知度は非常にまだ低いんですけれども。えー、原産国が南アフリカになっておりまして。そして、あの収穫量がね、かなり少ないことから、希少なお茶というふうにされております。そして、この植物の名称のハニーブッシュなんですけれども。えー、ハニーということで、まあ、蜂蜜っぽい、なん、なんか蜂蜜に関連した何かなのかなってね、思われる方。 がいらっしゃるかと思うんです。けれども、蜂蜜とは無関係なので、こう甘い香りがするとか甘い味がするとかですね、えー、そういったことではございません。えー、ただ、南アフリカでは昔から薬用としても使われている植物でございまして、えっと血糖値を下げるとか。あと更年期障害のね。あの症状を緩和するとか。あと、あの骨粗鬆症ですね。の予防です。とか、あとはあ抗菌作用があったりとかして。 でえっ、ー、と,とかですねあとこう咳とかあの痰が出るようなことの予防にも使われているということなので今ちょっとねあのこのコロナ禍でも特にねこう飲んでいただくといろいろこう気管関係がねスムーズになるのかなというふうに思います、えー。そして今日はこちらの中国茶器なんですけれども用意してみましたのでこちらで先ほどのねハニーブッシュを入れて、えー、飲んでみたいと思います。 ハニーブッシュのティーバッグがこちらです。香りはちょっとなんかローズっぽい香りがします、ね。バラっぽい香りがします。このティーバッグを茶器に入れてそして熱湯を入れます。 そしてこれを5分ぐらいね蒸らすんですけどわかりますかね結構なんて言うんだろう赤っぽい色が出てるのお分かりいただけますでしょうかそして香りはやっぱりローズティーっぽい香りがしますはいということでだいたい5分ぐらい経ちましたのでちょっとお茶を入れてみたいと思います こんな感じでちょっと薄いピンク色というかですねあのウーロン茶の薄い色みたいな感じですね。ということでローズブッシあの香りも味も、えっと、バラの花びらをお茶にしたあのローズティーってあると思うんですけど。 そのローズティーにすごく近い感じでなんですあんまりこう苦いとかねこう酸っぱいとかそういうのなくて、えー、飲みやすすいですねなんかこう暑い日に暑いのってどうかなと思うんですけどなんかその分こうダーッとね汗も出て <laughs>。 えー、なんか香りもねリラックスできて結構なんかスカッと眠れるんじゃないかなってねそんな感じがするお茶です。はい、えー、ということで今日はこちらの、えー、ハーブティーセレクションということで4つのねハーブティーが1パックにセットになった商品のご紹介でしたちょっとねこうストレスが溜まってリラックスしたい時とかあとなんかねこのハーブティー試してみたいなっていうこう 最初のね初級編のお試しにすごくねいい商品なんじゃないかと思います本日の動画は以上になります今日もご視聴いただきましてありがとうございました